坂田市は山形県の北西に位置する庄内北部の都市である。市街地規模は山形市に次ぐ県内2位である。市の人口は約9万9000人で県内人口第3位となっている。山形県唯一の重要港湾である坂田港と庄内空港があり、市街地規模は県内2位である。日本海と鳥海山の自然に恵まれ、 庄内平野で育った良質な庄内米と町海産の伏流水で作られる日本酒が特産品であり、中細縮れ麺と魚介系スープが特徴の酒田のラーメンや酒田港で水揚げされる海の幸を求め、県内外からの観光客も多い。平安時代に朝廷が出羽国の国府として築いたとされる木の和作跡があるように地域の歴史は古い。 坂田の町は袖の裏に移り住んだ欧州藤原市の家臣36人が1521年頃に最上川の対岸に移り砂浜を開拓し作ったと言われている袖の裏は中世には貿易の中継地だった1672年に川村瑞賢が西回り航路を確立すると坂田はますます栄えるようになりその繁栄ぶりは 西の境、東の坂田とも言われ、秋田の外交土崎港と並び、宇宙屈指の港町として発展した。日本永代蔵に登場する海鮮丼屋の部宮や、戦後の農地改革まで、日本一の地主だった本負けなどの交渉が活躍し、町は36人衆という自治組織により、運営されていた。元六二年6月13日に、 松尾場所が奥の細道で訪れている。酒田港と酒田市中心部周辺の空中写真。西上川河口の右岸に酒田の町は形成されている。1976年撮影の14枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 省内砂丘地域の大部分が省内平野の平坦地で河川によって運ばれた豊富な土壌で稲作を行っている。そのため春から夏にかけては田園風景が広がる。海岸沿いの砂丘地ではメロンやイチゴの栽培をしている。市街地はもがみ川の川口岸に集中している。また山形県で唯一の離島である飛島が 日本海の北西3 9トル沖合にある。市の北部には、長海山があり、そのふもとから日向川が流れ出る。フェン現象により夏場に高温となる場合があり、1978年8月3日には、最高気温摂氏40.1度を記録した。日本の公式な気象観測所で摂氏40度以上の気温が観測されたのは、 太平洋戦争後では初めてで、当時歴代3位に相当する記録であった。日本海側気候である。豪雪地帯対策特別措置法において、旧八幡町は特別豪雪地帯に、それ以外の地域は豪雪地帯に指定されている。冬は季節風が非常に強くなるため、平野部の積雪量は比較的少ない。現在の坂田市は、 2005年11月1日に新設合併により発足した市であり、1933年に市政施行され2005年に廃止された市とは異なる自治体である。旧市の概要は浮きの通り。坂田市民会館希望ホール現在の任期は2019年11月13日から2023年11月12日までである。 坂田氏と悪久見軍とから合わせて選出される山形県議会議員の議席定数は5議席である。現在の任期は2019年5月15日から2023年5月14日までである。坂田氏は鶴岡市、新城市、西条郡、東田川郡、悪久見軍と構成される山形県第3区が選挙区となる。坂田氏は参議院東北ブロック。 山形選挙区に属する。なお、当選挙区の参議院選挙比例代表区、選出議員についての詳細は、山形県選挙区を参照のこと。坂田市立坂田看護専門学校山形県教育委員会により、2005年3月に、県立高校教育改革実施計画が策定され、坂田市内の公立高校の再編案が示された。 対象校は、山形県立坂田商業高等学校、山形県立坂田工業高等学校、山形県立坂田北高等学校、坂田市立坂田中央高等学校の4校。当初、県教委は、対象4校を一括して、新高校とする一校案を提案していたが、坂田市側がこれに反発。検討を重ねた結果、2005年12月7日に、 県教委と市はという二項案で合意をした。しかし、という問題点があることから、市側は県教委が当初示していた一項案へ突如方針を転換。2007年5月22日に県教委へ文書提案を行った。また、開校時期を2年遅れの2013年度とすることを県教委側に対して合わせて提案した。この提案を受けて、 県教委は開校時期を1年前倒しする修正案を市側へ示し、2007年7月31日に県教委と市はという県教委が示した修正案で合意し、坂田光両高等学校となった。私立発行、坂田私立を省略私立24校、坂田私立を省略坂田共同火力発電所豊かな町内平野で採れる生え抜きや腰光、艶びめ、 雪若丸といった庄内米や酒田港で水揚げされる新鮮な海産物、それらを調和させた絶品の寿司、自家製麺と極薄ワンタンが特徴の酒田ラーメン、地元の食材をふんだんに使用した酒田フレンチ、清らかな水から作られる日本酒などが主な名物、特産品となっている。酒田市に本店、支店、 出張所等の窓口を置く予貯金、取扱金融機関一覧は以下の通り。一般新処便事業者、庄内空港ターミナルビル内部坂田駅商工、バスターミナル飛島を出港する定期線、飛島中心となる駅、坂田駅市内路線高速バス3拠走呼吸網や、日和山公園継承地温泉海水浴場、坂田町に関するカテゴリー。ありがとうございます。